ドイツの空軍大佐が大分市の墓地を訪れ、第一次大戦で亡くなった兵士の墓に花を手向けました。今日は東京にある駐日ドイツ大使館のラルフ・ペルジケ空軍大佐が墓参りに訪れました。大分市の桜ヶ丘聖地には過去の戦争で亡くなった兵士300人以上が眠っていて、その中には日本軍の捕虜となって大分市内の収容所で亡くなったドイツ兵2人の墓もあります。かつては敵であったにもかかわらず、自分の祖先の墓のように手入れしてくださったことは本当にありがたいことだと思います。ペルジケ大佐は日本とドイツの平和の象徴を来年以降も訪れたいと話しています。